ジャパンカーレスキュー。はい、どうも。奥さんに愛されて仕方ない旦那です。はい、どうも。今日の企画に備えて3日未満断食ガンジーです。ガンジーやそれガンジーやはい、どうも。今日の企画はですね、こう見えてお互い同じ年で、はい、はい、俺の方老けてるかなと思うんだけど、そう同じなんです、まあ、そういうので対決の企画をやっていきたいと思います。今日の企画なんですけども、同世代対決でこれだったら絶対にヒデが勝てるだろっていうのをヒデに選んでもらいました。で、罰ゲームは僕が選びました。罰ゲームなんだっけ？いや、会社の裏のあれでしょ？川の水を沸騰させるのでしょ？まあ、しゃあない。細川さんも水用意してくれたから。あ、本当ですか？バッチリ用意してます。バッチリですか？ちゃんと、あれ、いないですか？なんだっけ？さすがに虫は入ってなかったかな？あ、本当ですか？怖い怖い怖い。信じますよ。というわけで、はい、負けた方が川の水で、これだったらヒデは絶対に負けないっていうやつをヒデが選びました。そうですね、まあ、やっぱウェイトさあるんで。対決内容は？対決企画は大食いになります。ヒデ体重何キロ？俺今ね、97ぐらい。おお、俺今62ぐらいだ。うん、まあ30。じゃあやっぱヒデの方半々じゃなくてさいや、ちょっと待てちょっと待て、それはちゃうだよ。それはちゃう。それ、チャイド数。チャイド数。でもヒデ今昼飯食ってたんだよ。ああ、まあ、あんなのもハンデにも入んない。あれ、ヒデ何食ってんの？え、奥さんの弁当。奥さんの弁当。今日のメニューは？うどんと、うん、みんな卵と、うん、あ、デコレート食。うわ、おにぎり。おにぎりと、おかずと何？うどん。うどん？うどん？おいしい？まあね、愛妻弁当だ。いいなぁ。愛妻弁当はハンデに入んない？いや、あれ俺がハンデ自分で与えてるのだからトントンでいいじゃん。うん、トントンだったらいい。うん、はい、トントンで勝てる自信は何パーセント？まあ、ちょっとねまあ、96% ぐらい刻むよ。96.5.332% ぐらい。なるほどね。刻む刻む。でも俺この日に備えて大食いの情報を調べてストイックに行きたいですよ。あのね、大食いってスキヤのメガドン毎晩2個食ってたから。あのね、今日までそれ多分キングでしょ。だから、うん、キングなんか、うん、俺なんか生まれてこの方キング育ちだから、うん、もう生まれたこの方港区育ちぐらい、ね、うん、もう余裕余裕、うん、キング何杯いける？キングね、俺ね高校生の時3杯。やば。あれザラに食えるから。ザラ、うん、だって相撲部だったから食い、ちゃんと相撲部もっとやばい、これは日々私は胃袋大きい状態なんで大丈夫です。なるほど、はい、そもそもが違うみたいな。そもそもね、作りが特殊なクルーゲルです、はい、ラファエルみたいに俺は特殊なクルーゲルなんです。どんなクルーゲル？まあ日々、うん、ボクサーの愛っていうのを胃袋に入れて、うまい、あ大きいが出てるからそれでね、胃を育てるわけ。そうだね、うん、そうそう、あの同級生同じ26同士なんですけど、やっぱそれぐらい違うよっていう見せつけてやらなきゃなと。いや、見せつけてやるぞと、まあそういうことで、もうガイのことをボコボコにして、まあやっちゃおうかな。ちょっと髪の毛今遊んでるんで真面目なガイ君に戻したいと思います。それは、はい、じゃあちょっと頑張ってヒデに川の水飲ませたいと思います。じゃあとりあえず、うん、そしたらさ、今日さ見てる人もどっちが勝つかかけて、その賭け外した人は一緒に罰ゲームっていうのどう？そうだね、やっぱ GCR はギャンブルに生きるから、うん、タイミーズマネーでだよね。というわけでルータン、どっちが勝つと思いますか？俺とヒデ。ガイ。おー、なんでがリュウキーで？なんでですか？さっきこんな大きいね、おにぎりとうどんとおかずを食べてた。じゃあもしガイが負けたら西村さんどうする？同じ罰ゲームでは川の水、そこの水、まあ一応沸騰させてるやつ。いやでも食べれないと思う、そんなにあの量食べ、食べた後全然余裕すか。え、これ絶対負けないやつ。これ自信何パーなの？俺自信4パーぐらいですかね。え、最悪で、ヒデ96パー。俺96.3.52パー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 。いやでもな、結構口だけしてたからな。でも俺食うの遅いっすね。俺のダイエットは胃がに食っても胃がに寝ててもいいダイエット。日常がダイエットですか？いや、人生がダイエットですか？うまい、ローランドでした。バカアイだ。 4% にかけてます。あ、結構ギャンブラーだね。あー、やっぱ西村さんギャンブラーだから、選ぶ男もギャンブラーだから。うまい、うまい。
いや、うまい、俺言うんだ。みんな知らないから、うん、どれぐらいの量をさっき食べたのか知らないから、生まれたばっかりの赤ちゃんぐらいの大きさって。例え方、なんかかわいそう。いや、ヤンキーの例え怖いっすわ。これぐらいです。いつも赤ちゃんをこうやってね、掴んでポンしてるから、うん、怖いなぁ。あの、逆転してるから怖い。やっぱり頑張ってかい。どうですか。はい、これがそうめん20人前。まあ余裕かな。お余裕すぎて。だって1人10人前です。あ、1人10人前、1人10人前で、うん、2人で20人前だ。そうですね、はい、5分で食べれちゃうんで、ヒデさん余裕だね。おいがーつーを、はい、下ろせなくなった。お世話になってます、生姜さんです。とりあえずそうめん1人10人前で、2つで20人前のそば、はい、そうめんそうめん出来上がりました。これを、まあ、一応時間30分決めて食べていきたいと思います、うん、いいね。結構重いね。でも結構重いね。とりあえず今暑いです。いい、ね、本当に火だったら余裕。これ余裕余裕。 OK、うん、あ、俺もいけそうだな。20分ぐらいか。20分ぐらい、うん、これちょっとこうやってもいいですか。いや、それはこういくこれで決まった。もうこれもこれこう決まった。もう超えれない。もう超えれない。もう超えれない。もうこれカツオ出汁の壁。じゃとりあえずじゃあ、うん、用意、はい、9、8、7、6、5、4。そういうのはあり。1、スタート。ガチバトルですね、うん、男はガチ、男はガチ。ケガイケガイ休むな。3ヶ月前から調整してきたのとこに。それやばくないヒデ。あ、ちょっと茹でるの失敗しました。嫌がらせね、これ今日閉じんだって。ちょっとさすがに硬いかも。あんまりガイの方が減ってないかな。早っ早い、めっちゃ早い。やっぱ大会にも出てますね。何の大会？早食いの。何の早食い？掃除機みたい。中身なの早食い大会なんですけど、そこで1位です。はい、早くや。3万円の賞金券もらえます。1位で3万円。お腹の方はいっぱいになってきました。まだ全然、まだ全然。ちょっと待って、めっちゃ早い。ちょっと待って。なんか最初の量やっぱ違くなかった。あ、うん、あれ全然量の差が。言ってて一緒だからね。俺カツアイの子だと思う。あ、やっぱ家にかければよかったかな。水飲めよ。信じとけばよかったな。私はヒデを応援してましたから。はい。上品に食べてればよかったよ。見てごらんヒデ。さすがね。早いよ。めっちゃ早い。待って。てっきり30分で食べ終わらない感じかと思ってたのに。まだ5分しか経ってないよ。うんまだ本当に出ちゃう。辛い。おしぼり、おしぼり。え？おしぼりさん。
じゃないよ。でもほら、私ガイの方応援してるからさ。でも圧倒的な差ついてますけどね。食べてないんじゃない？食べてない。食べてないやろ。この辺からね。こんな絵的とかないっすから。なんかデッドヒートみたいな。待って、全部もう圧倒的な差つきましたね。全然余裕だね。わざ使っていい、うん、え、ちょっと待って、もうこれ最後来ましたよ。最後ラストスパート、うんうん、サラ交換っていう技使って言おうと思ったんだけど、サラ封じ、サラ交換封じ、クウユマ封じ、先にね、やば、早っ、待って、これちょっと無理っすよ。いいっすか、ちょっと馬が取れないんで、このままこんぐらいに動いても、はいはいはい、大丈夫ですか。いいですよ、いいですよ、ちょっとウッパーにかけたのにな。いいですよ、いいですいいです、はい、絶対早く仕事しなきゃな。やっぱ仕事あるもんね。こんな遊んでられない。いや、遊びじゃねえよ、これも仕事だから。俺も仕事だから。そこ遊んでらんない。もうちょっと絵的に真面目だった。遊んでらんないから。レッカーあるからこっち。んな安倍さんに見られたら、まあ怒られっからね、本当に。三十分かけてらんない。うん。そんな十分で帰る。さきさん。まだちなみに10分経ってない。まあいいんじゃないですか。俺もゆっくり食ったってもう勝ち見えてる。勝ちは見えてますね。うん、張り合え。あれ、頑張ってる、男だろお前、頑張ってる、うん、男の方が何、ちょこっちだって本気でやってんだよ。ああ、そうか。いや、愛するものをな、守るってことはちゃんと戦うときは戦わなきゃダメなんだよ。今戦ってる、戦って、何と戦う、まだガイはね、お上品さを出しすぎてる。お上品さを出しすぎてる。飛んだ、飛んだ。もっと、もっと自分を出せ。そうしなきゃ勝てねえんだよ。噛まなきゃ飲み込めない。え、噛むな。誰が噛めっていうの言った。飲み込めない。お前、ニュートンが言ったリンゴが落ちたから重力があるじゃないんだ。もともと重力はあったんだよ。うん、それと一緒。噛めや、飲め飲め。理屈通れ、飲め。俺もうここでこうやって行っといて遊んでっから、もうこうやってゆっくり食うから、もう。ああ、でもルータの目マジで怖いし。バッと西村さんの足舐める。川の水よりきついよね。確かに、だって聞いた今。アイドルだよ、アイドル、うちの看板娘だよ。今だよ。はい。
まあそもそももうどうかっていう問題あるけど、もう勝てない。はい、ギブしていいですか。ええ、何言って、普通にそうめん食っただけみたいになるよ。俺にかけてくれた人のためにみたいな、ないの、奮起しないの。うん、こっしてんの、それで。かりん、もぐもぐしてるうちにもう入れて、どうすんのそれ。これが俺のマックススピード。もぐもぐしてっからだよ、だから。噛まないと飲めないんですよ。なんでそうなんだよ。はい、これ俺マックススピード。ヘルプありじゃないですか、これ。ないよ、もうだって負けてんだよ。飲み込む前に、なんかボンボンしながら次入れて、ここに。うるせえババアだな。ちちうるせえな、食えよ。食えよ。いや、負けたらルータン罰ゲームだから同じですよ。だから応援してんだよ。え、食っていいんすよ。ヒデ、もうごちそうさましたの。あ、もうしたっすよ。ちょっとレッカー入ったんだけど、でもこれだけなので、はい、これだけやらせたくて。いや、一体さよなら。うん、うまい。じゃあ結果、俺の勝ち。早い。うん、まあ結果、記録は、あ、はい、俺の勝ちで、ガイド西村さんには俺がそこから川拾ってきたやつを飲んでもらいます。それは俺が帰ってきてからやるので、そこから回します。用意されてある水とかじゃなくて、俺が直で取りに。それ煮沸されてないです。え、いや、俺が煮沸するよ。お母さん昨日用意してくれたから煮沸したの。お母さん、俺が見てないとちゃんと煮沸する。俺か、俺じゃないから。やろうかい。すいません。なんとか言ってみ。すいませんでした。胃の問題じゃない。何の問題。一口が小さい。遅い飲み込むのね。クソババアとか言った割にちょっと大したことなかったよね。ちょっとそこを謝罪した方がいいんじゃないですか。全部の皆さん、クソババアって言ってすいませんでした。調子に乗ってました。許す。結構簡単に許してくれた。ごめんねって言ったら許す。いや、これは食べて。今カメラの前だから許すって言ってますけど、あと俺指切られるんじゃないかって。冷や汗が止まらないです。まあ、正直勝つ可能性は低いと思ったんですけど、予想通りでした。悔しいです。だって昼弁当食ってたんだよ。俺しめしめとか思ってたのに。昨日こっちょすぎわろって話ですよ。はい、ということで、で、まあ、とりあえず結果発表。はい、結果発表。パクパク。結果はヒデの圧勝でした。イエー、当たりました。記録12分ぐらい。想像以上惨敗でした。正直昼飯食ってたからワンチャンあるかなって思ったけど、うん、あると思った。ないわけあるか。あるわけあるか。どっちか分かんないけど、分かんないけど、まあ、負けないでしょ。もうさあ、ランボルギーニでも買おうかな。まあとりあえず、まあ、俺の勝ち、まあ目に見えてますわ。でとりあえず、まあ、罰ゲーム、うん、罰ゲームなんだっけ。罰ゲームは会社の、まあ、裏に流れてる川、まあ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 、まあ、ドブ、いや底辺の水。、まあ、とりあえずその水を汲んでもらって。あれ、そんなこと言ってたっけ。いや、だけど一応植物、うん、一応まあ、罰ゲームそんなやつだったっけ。罰ゲーム牛乳コップ一杯一気に飲まった。うん、いや、そんな急に変える。そんな息なしカーブ投げてくる。せっかくストレートで行ってたのに。え、めっちゃ戸惑ってんじゃん。え、そこは川の水だろみたいな感じで。いや、そんなにやばいよ。いや、俺わかんないから、川の水ちゃんと沸騰してるんですか。あ、ちょっと沸騰してある。飲める状態か。体にはまあ害はない。無害らしい。あ、わかんないけど、じゃあ見てないけど。きついわ。
多分あの食った直後に罰ゲームだったらタラ入ってたもん。絵的にはそっちの方がいい。一回ちょっと毒味で細川さん。あ、いいよいいよ。まあ結果ほら、細川さんも俺にかけてたってことは、もう勝ちにもこう確率にかけた、安牌もう安牌っていうかな、うん、一番の賢い人はやっぱ京都の人だってことですよ。あ、田舎のヤンキーはギャンブラーってことだよね。それは間違いない。知能のさ、うん、あいつ勝てるよっつってたね、いや私は違うって言って後からブスブス言うタイプ。細川さんの場合はもっと言え、もっと言え。細川さんの場合はもうね、堅実にね、堅実に俺が勝つと、勝つとこにもかけるってやつ。そう、投資家タイプでやっぱりね、ルータはもうだ、ギャンブラー、破綻するギャンブラー、破綻するギャンブラー、低確率の高倍率にかけるみたいな。もうそうそうそう、何も勝てやしない人生をずっと歩んでる人だよね。おい、言い過ぎだよ、言い過ぎだよって。おー、まあ、とりあえず、うん、やっていきます。まあ何でもいいよ、俺大人だから。え、何でもいいの。まあガイが嫌そうなやつであればいいんじゃない。じゃあ持ってきますから、はい、とりあえずすぐお願いします。一応冷蔵庫で冷やしてたね。ああ、そうなんですね。すげえ、マジで。あんま冷えてたらでも飲みやすそうじゃない。ああ、まあね、まあね、うん、匂い消えてっからね、熱いから、うん、だってなんか、うん、ぬるかったら結構きつそうだよ。まあきついね、俺もやる。川の水、なんか生臭そう。川の水って、川の水ってどんな感じなの。結構味しなそうじゃない。わかんない、そこの方が汚いかな。いや、汚いよ、だったらそこは。俺おしっこしたの。それいつだよ。ずっと毎日。あば、えぐ、おしっこしたもん、ちゃんと。いつした。今日もした。した。昨日は。した。え、黒、絶対お前コーヒーやん。お前ってか言うな。え、おい、絶対あれコーヒーやん。絶対コーヒーやね。うん、絶対コーヒーじゃん。下手くそかって、演出。いや、あれコーヒーかな。あれコーヒーでしょ。これあれじゃない、薬とかじゃないの、これ。あれ、うがい薬とかさ。ちゃんと臭くね。イソジンじゃん。これ、ほんと裏の水っすか。色やばくね。裏のじゃないよ、これ。絶対違う。絶対違う。これ、裏じゃない。なんかいろんなの混ぜたでしょ、たぶん。俺、あの直後だった。これ入ってたと思う。いやー、ほんとに裏ですか。オスカーさん、ほんとに裏で、これ適当に匂いきついのとか、あの、体に害ないけど匂いきついの混ぜて風邪薬とか入れた匂いじゃないんですか。じゃないです、じゃないです。ほんとにですか。うん、なんすか。これはそこの川の水です。これ色やばくないですか。これ色やばすぎない。やばい。これ飲める。え、ちゃんとこれ本当にやったんすか。煮沸させたんすか。通すっすね。あ、取れた。食べ過ぎた。食べ過ぎた。食べ過ぎてボタン取れちゃった。今飲める。ルータンどこ行ったんすか。そういえばルータン今外出です。うわタイミング悪い。これボタンどうやってつけるの。ガチで飲めると思う。何持ってんだ。何言ってんの。これガチで飲めると思う。ちょっと変えて、変えて。いける。何言ってんの。何言ってんの。これどんくらい、一口。はい、ごくごくごくパーでしょ。あ、ごちそうさまが聞こえないって2回で入るんですからね。あ、ぐい、あ、ぐい、あ、ぐいぐいぐい、いきまーす。あ、ぐい、あ、ぐいぐいぐい、はい、いっけ、いっけ、ぐいぐいぐい、はい。おい、コール中なんだから飲めよ、ぐっと。お前続かねえだろ、俺だってネタねえんだよ。コールのネタない。コールのネタないで。あ、飲めるよ。いや、いいや。俺いいんだ、勝ち組だし。負けてから黙って男は飲むっすよね。え、これ全く飲まない。逆に飲まない。全く。うん、だから勝ってる。味見したくない。全然。飲みたいから持ってんの。はい、グイ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 、あー、それそれ、グイ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 、あー、それそれ、ライタテライヨ。あ、おかわりが、あ、聞こえました。しあらあら、まあ、演技はどうですか。演技はどうですか。本当に臭かったら今頃ゲロ吐くシーンですよ、ここ。何、あ、臭だけど、なんか、あ、あれ入れた豆腐のやつ。炭酸水のなんかっすよね。口の中が臭い、マジで。臭、大丈夫っすか、この後劣化いくの。
らい臭いよ、多分。俺めっちゃ臭いよ。あ、いやいや、だめ。分かってた、臭いの、なんか分かってたもん、なんか。何臭い？ゲボ臭いわ。薬かな、なんだろう、臭いこれ。まあ、とりあえずそういうことで、こうやってカイ君に飲んでいただきました。まあ、とりあえずですね、まあ、とりあえず飲めたもんな、飲めたね。全然ドブの顔でもなかったね、ちょっと俺がっかりだった。ドブの顔でもなかった。秋様の今日あー、なん、納豆っすか、サイダー。納豆サイダー、牛刀なんだよ。池の水サイダー。あー、なにそれ。え、すげえ。あ、木、あー、これ番組見たことある。すげえ。全然飲めるやつじゃん。全然飲めるじゃん。いや、味は全然大丈夫ですね、実際。面白くない。これ飲んでみて。いや、いいよ、これでか。なんかでもずっとやめろ。常に臭くて。やめろ、おい、見てろよ、見てろ、女。気をつけろよ、こいつ。臭いとファーやってくるぞ。まあ、とりあえずですね、まあ、この池の水を抜く大作戦、なんかサイダー、これすごい臭かったです。ぜひこちら買って試してみてください。他のこと、女の子と言ってなおさら楽しいかもしれないです。え、これヒデがさ負けたらこれ飲んでた？全然飲んでない。余裕だった。俺リアルのも求めてた。まあ、とりあえずじゃあ今回はガイの負けということで、で、はい、こうやって罰ゲームしてもらいました。まあ、これ第1弾としてね、同級生企画、まあ、バトルシリーズとして、はい、まあ、ちょっとずつこういうのやっていきたいと。まあ、今回俺の得意分野、まあ、大食いでも早食いでもまあ何でもいいですけど、はい、次は、まあ、第2弾は、うん、ガイがちょっとなだけ有利で実は俺が有利だっていう、まあ、シリーズ。第2弾、そういう形で。分かったな、あとで。まあ、そういうのを適当に。まあ、とりあえず第1弾はこの有名な番組ですね、池の水全部抜くシリーズ。私も大好きで見てますんで、あの論文のね、淳とか、あとココリコ田中が出てるやつなので、ぜひ番組見てみてください。番宣ではないですけどね。もう終わってんのかな、多分。なんだろう、日曜日とかにやってんのかな、たまに。まあ、第2弾、俺とガイがなんかで対決を次しますので、はい、ぜひ。で、この第1弾良ければ、まあ、高評価とグッドサイン、あとコメントですね、いただければ不幸中の幸いだと思います。不幸中の幸い、不幸中の幸いだと思います。ですね、はい。